もういりませんみたいな。いりません。どうしよう。見る目ねえな。岡崎さんなんですよ。マジで。そうなんですよ。2年生で4番。革命者的な。俺のは簡単なんだよ。一番大事なことですよね。やっぱり甲子園も行ってないんで、僕京都大会1回戦負けです。あ、そうなんだ。はい。あっという間に夏が終わって。の夏休み入る間際ぐらいに、7月の20日過ぎぐらいにもう1回戦で負けちゃったんで、夏休み長くて、でセレクションどうしようってなるじゃないですか。どこの大学行こうって。僕は東京には必ず行きたい、あの神宮球場で野球やりたいっていうので、で法政のセレクション行ったんです。で1ヶ月以上返事待たされて、全然返事がなかったんですよ。まあ、やっぱり構成は LINE あるでしょ。平安ね、平安は LINE あります。岡田君とか行ったら、ね、はい、LINE あります、うん、でその時の学生コーチの方も平安出身だったんで、うんうん、一緒にこうお世話、あの行った時はお世話になったんですけど、やっぱり多分夏休み入ってすぐだったんで、まだここあの全国大会始まってないじゃないですか、うんうん、多分おそらく法政の、 あの、まあ、メンバーを決めるのにはやっぱ高校野球終わってからでないと。でそんなに早くにセレクションあったの？僕は8月の最初か、もうそれぐらいに行きました。甲子園始まる前に行っちゃったんだ。はい。ああ、そんな時にセレクション、はい、で僕が行った時は 2,3 人だけいましたね。はい。でまあ甲子園終わるまで待たされて、僕はやっぱそんなこと知らないんで、うん、もうまだかまだかっていう、もしダメだったらどんどんなくなってくる。そりゃそうだよね。で8月の終わりぐらいに監督、高校の監督にどうなってるんですかって聞いて、ちょっとまた聞いてみるって言ったら、もういりませんみたいな雰囲気になって。いりません、まあ今回なかったことみたいな感じですね。でどうしようってなって、もう最後アジアしかないと思ってたんですけど、うん、まあその1個上に東洋大行っておられる方もいてっていうか、でそのなんかあの影響で東洋大ちょっとセレクション行きたいですって言って、9月の最初に行きます。いや、もうメンバー決まってたんですよ、うん、もう決まってるのに遅いねみたいな。おお、はい、でまあ、まあ僕はやっぱり大学行くのって大体野球部って2部制だと思ってたんですよね。そしたらもうあの夜間の方、あ、夜間の、はい、うん、そしたらなんかあの昼間の部と夜間の部とって、もう完全な推薦の選手は昼間なんですよ、15人ぐらいだけ、うん、で夜間の部は10人ぐらいだけ取るっていう感じで、で、まあ、ちょっと枠が空いてるから、まあどうしても来たいんだったら取ってあげるよみたいな感じで、いや、もう本人はもう行きたいんでっていうので、いう感じで行く気満々だったら、たまたま一つだけ枠が、あの昼の部の枠が空いたんですよ。大体普通体育会系って、まあ経営、大学で言ったら経営学部とか商学部とかそういうところが多いんですけど、僕だけ法学部。法学部、はい、うん、枠が僕の学年から一つ開けてくれる。すごいね、法学部って。一応まあまあ勉強も高校の時、中学から行ってるからね、よかったです。中学は賢いんですよ、平安中学、うん、もうその当時はもう2クラスしかなくて、塾よりも進んでて、あの中学2年生で3年間の授業全部終わるんです。へ、はい、でそのまま高校行っても特別進学コースに行って、勉強できるんじゃん。一応できたんですよ。でも高校の野球部行くのに、うん、あのそちらのクラス行くとやっぱり野球部の練習ができないんで、まあ、普通科に行くってなって、そこであの勉強しなくなるんで、うん、でバカになるという3年間。いや、1年間じゃなかなかバカにならない。いや、もうあの積み重ねがあるんで、うん、平安中学の貯金が平安高校の普通科行くと、もう全く勉強しなくなってバカになって出ていくっていう。まあでも貯金が借金になっちゃう、はい、大学はでもさ、セレクションとかじゃなくてさ、法政とかっていうよりもさ、慶応とか早稲田とか東大とか受けたよ。いや、そこまではなかった。一般いや、もう受験は絶対嫌だったんで、なのでまあ一応まあ高校の評定平均はそこそこ良かったんで、じゃあ法学部、いや、まあ1個枠あるから入れてやろう。まあでもさ、あんまり大きな声で言えないけどさ、はい、法政も法政だし、他の大学もさ、はい、見る目ねえな。いやいやいや、もうやっぱスカウティングっていうのはさ、いい選手をさスカウトするの簡単じゃない、はい、岡崎さんスカウトもねされて。いや、それは簡単じゃん。でも、はい、やっぱりその1回戦で負けてあまりこう目立たない人でも目つけなければダメよ。あとで後悔したと思うで。そうですかね。法政もだって東洋で大活躍して全日本まで最終的に行くわけじゃない。あの法政のセレクションした人怒られたと思うで多分。でも実際僕が化けたのは大学2年からなんで。でもそういうことはあるよね。はい、もう体も上級生になって良くなったりすることもあるよね。体も細かったですし、どちらかというともう僕阪神ファンで育ってたんですけども、野球はもう阪神応援しますけど、選手のその参考にするバッティングというのは
どちらかというと篠塚さん、うまいバッティング、まあキャシャーな体つきでパワーもインサイドもホームラン打つしっていう感じで、うまく三遊間のレフトにヒットとかいうのを憧れてたんですよ、うん、で、僕はそういうバッターだと思って大学行ったら、うんうん、もうそれこそもうとんでもなくこう大学生になると体もできてきて、もうそんな選手の集まりなんでこんなとこでレギュラーなれないなっていう、うん、でもう監督はまあ高校で甲子園行ってもベスト8ぐらいだった選手らもいるし、まあね結構 ね、はい、あと行かなくても完全に特待生で、うん、取ってる選手もいるという、で僕たちはもう1年生入ってもその選手はもうレギュラー組でやってるんですよ、うん、4年生と一緒に、うん、僕はもう本当にいらない組で体力作りしてなさいみたいな、バッティングもほとんど見てもらってないです、1年生の時は。でたまたまそのメンバー外の午前中の練習に監督が来られて、あれ誰だみたいな感じになって、面白いバッティングするなっていうのからちょっとずつ、初めて目につけられたのが春のリーグ、1年の春のリーグ戦最後のシーズンでカードでちょっとレギュラー試合出してやろうって言って駒澤戦でデビュー、まあちょっと打ちましたけど、でも実際また1年の秋のリーグ戦にはほとんど出てなくて、うん、って感じです。で2年の春からですね、試合に出させてもらうガッチリレギュラー、はあーレギュラーではないです、やっぱり4年の方がレギュラーをやって、うん、なのに、うん、ちょうどその時2部に落ちたんですよね、うん、で僕は2年の春は2部リーグスタートなんですけど、4年生の方いたのにずっと僕使ってくれたんですよ監督が、うんうん、打てないのにで毎日ずっと捕まってて、いわゆる捕まる腹立つんですよね、ずっと出してるのに、うん、でもうなんかもうそこでリーグ戦が終わって、まあ違う選手の、まあ今上武大学の監督である谷口っていう、うん、谷口がこうピッチャーとバッターで両方で大活躍して、うん、もう2部から1部に上げてくれて、うん、で2年の秋には1部リーグだなと思ってたんですけども、その春の間にずっと僕は監督に捕まっちゃってて、うん、で全く結果が出ない、うん、で夏にオフで京都帰った時にまた秋帰ったら監督に捕まんのか嫌だなとか思ってて、うんうん、で東京行くともうテレビはジャイアンツ戦しかやってなくて、うんうん、でまあいろんなこう選手を見ることによってってなったのが岡崎さんなんですよ、僕のバッティング を変えてくれたのは。もう僕は篠塚さんタイプと思ってちょこ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 やってたんですけど、当時岡崎さんがこう試合に出られてるよ、前出だしたかもうちょうどレギュラー取ったぐらいの感じ、背番号もう5番になってました、うんうん、で僕の中ではなんか初めて会った時はもうそんな自分のイメージじゃなくてもっと大きい方だなと思ったんですけど、僕のテレビの中では華奢なイメージだったんですよ、うんうんうん、篠塚さんと同じように。それでもガンガン振ってる姿を見てこれだなと思って。マジでそうなんですよ、ちょっと僕は汗かきながら言ってますけど、うん、いや本当そうなんですよ。で当時篠塚さんはどちらかというと野球自体がバッターはこう握っても絞れってこう言われたじゃないですか、雑巾を絞るようにこうやってやると脇が締まるんだっていう感じで僕も絞ってたんですけど、なんか篠塚さんもどっちかというと絞ってるけどちょっと空いてるんですか、岡崎さんどちらかというとこういう感じでどしっとこう構えて脇を開けてっていう感じでフルスイング足も上げて力がないけどね。あ、そう。いやそんなことはなかったんですけど、うん、でそのイメージがあって真似をしだしたんですよ、うん、急にひらめいて、うん、春のリーグ戦はしてないですけど、京都に帰って簡単だったんだけど、待ってくるのが篠さん難しいよ、あの真似するのは。俺もできなかったの篠さんは。もう今はちょっとねバッティング練習を、うん、まあサントリーモルツの野球とかで見ることはありますけど難しいですね。難しい。でも僕はもう本当に岡崎さんのバッティングを参考にして、よかったね。そうですね。京都に帰ってもう中学ぐらいから自分の家の、工場の半分はバッティング練習場に親父がしてて、機械で出てくるトスバッティングの機械があったんですよ、うんうん、ピョーンって人が投げるような、うん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 、でそれを置いてもうとにかくフルスイングをするようになって、でそこから秋のリーグ戦前のキャンプで行った時に打球が飛ぶようになったんですよ。ほとんどなんかもうなんかホームランの角度でフライが上がるんです。すごいね。はい。で、そこでそれでリーグ戦、まあその時に監督が全員を呼んで、うん、こいつ檜山のバッティング見てみろってなって、こいつどうしたんだってなって、うん、もう全員の僕はもうバッティングの参考っていう感じのその選手になって、でまあ
オープン戦もめちゃくちゃ打って、うん、でその年のリーグ戦2部では全然ダメだった檜山がいきなり1部のリーグ戦で首位打者取ったんですよ。2年生で2年生なわけでで4番になって2年生で4番はい。もうそれはもう打ち方もなんかこんな感じです。もうバット最初にあのピッチャーが投げるまでの間はちょっと寝かせて投げる時にはもうドシッとして岡崎さんのようになってこう、すごいな。そしたら打球、まあ、いわゆる、まあ、野球用語になりますけどボールを潰せるような打球になあの打ち方になってどんどん打球がレフトにもホームラン打ってライトにも右中間とかも全部すごいな、はい、初耳だな俺。もうちょっと早く言ってくれれば。いやいや本当にもうずっと参考にしました。その当時ってちょうど左バッターって吉村さんもいて、はい、吉村も駒田さんもいて、この2人もちょっとこういう感じですよね、うんうん、駒田さんもちょっとね背筋立ててっていう、うんうん、ああこういうバッティングって今まで見たことないなっていう、ちょっとある意味、うん、あのバッティング の, あのスタイルの革命者的な感じですよね。だってみんな昔は絶対こう絞ってたよね。絞ってたんですよ、うん、みんな。そうだよね、はい、絞るとでも自分が実際に絞って打つとやっぱり絞るともっとバットのヘッドが寝るんですよね、うんうん、でも開けると自然とこう、うん、バットがヘッドが立つというか速いボールに強くなるというか、うん、あこんな打ち方あるんだみたいな。篠さんもでも意外とこうじゃないぞ。篠さんもこうちょっとそうですよね、うん、実際僕も、まあ、構えはこうでも打つときはパッと上がって開いてましたよね。そうですよね。そっちの方がやっぱりまあまあ今の野球でいうたら大谷翔平君もやっぱりちょっと開けたりとかします、うん、やっぱ開けると入こう入ってきやすいですよ ね, やっぱりね。こうやってるとやっぱこうなるよね、うん、そうなんですね、うん、はい、っていう言われてなるほどなっていう。だからやっぱりいろんなあのバッティングバッの持ち方っていうのがいっぱいあったりとかして、自分でそれが多分あったんでしょうね。合う合わないは絶対ありますからね、うん、それがもう全部 100% いいっていうわけじゃなくて、うん、僕には簡単だったんだ俺の打ち方って。多分俺の打ち方は簡単だったんだと。でもっと突き詰めればどんどん変わっていくんだろう、はいはい、俺のは本当に簡単で、当時堀内さんがヘッドコーチの時に堀内さんの息子さんが駒沢かなんかで野球やってたのかな、はい、それでよくバットくれって俺とも来た、はいはい、で志野さんとか原さんとか、まあ、吉村とか駒とかみんな一本ずつ出せって言って、はい、で俺も入れて入って10本ぐらいいつも堀さんの車に持って行ってさ、はい、どうぞって言ってたんだけど、その次からお前のバットがいいって言われて、おで何ですかって言ったら、いやお前のバットが一番使いやすいんだって。おだから俺のは簡単なんだよ全てが多分きっと。でもそれ一番大事なことですよね。まあでもどうかな、まあ、他の人は癖あるだろうな。だから篠さんのバットとか使いこなせないよ、細くて。あ細いです。落合さんもそう、細くて長くて、はいはい、俺の本当にオーソドックスでもう本当ナチュラルなバットだから。あ僕ずっとバットは篠塚さんモデル使ってましたね。細いですけどバットのヘッドがちょっと重みがあってっていう。でもヘッドも細くなかった篠さん。あ多少やっぱりありましたね。でも僕やっぱりヘッドが重みを感じて打ちたいタイプだったんで。なるほどね、はい。メーカーはどこだった？メーカーは僕ずっと水野です。あ水野ね、はい、お世話になって。大学の時から？大学も水野ですね。あ水野いいよね、はい、俺は Z だったけど水野のバットはやっぱ良かったね。あ